長、この道は観覧車まで繋がっているようです。はあ、任務中、しかもいつでも変わった構築物が湧いてくる場所で、ザ・ところで、あの観覧車がちゃんと回るのか気になるんだけど。街の半分が水没してますもんね。電力はちゃんとあるのかな。おや、ティミドちゃん、その口調はもしかしてがっかりしてる？まさか。いえいえ、決して。頭の中でブローニャ隊長と一緒に観覧車に乗るなんて妄想していませんから。全部口に出してるよ。あ、違う、本当に違うんです。観覧車、昔みんなと一緒に乗りました。あ、みんな見て、隊長が珍しい表情をしてるよ。ライル、戦術報告以外の発言を禁止しましょうか。あ、隊長やめて、僕が悪かった。でも観覧車と言ったら僕にもいい思い出があるんだ。これは封じられた過去、僕が語ろうとしない悲しい出来事だけど。いえ、誰も聞いていません。ある美しい女の子がいたんだ。僕たちは幼馴染で一緒に成長した。大人になった彼女は家を出た。一体どこにいるんだい、僕の最愛の人、エステラ。え、ライルさん、そんな悲しい過去があったなんて。うん、細かいことは気にしないで。それで観覧車と何の関係があるんです？隊長が気になるのはそこだったんですか。わかった。集中してください。アルティメットブレイド完全解放。近くまで来てやっと気づいたんですが。はい、まるで強引捕捉隊怪物の仕業ではないでしょうか。看護師のような怪物が人間の言葉を真似していたように、奴らは人間を真似して年を作っているということで。もし本当にそうだったら、奴らは観覧車が回るということは理解できていないんだね。それだけじゃありません。崖自体もおかしいです。まるで地表が崩れた後に形成されたもの。急に割れた。この辺の半分が水没してる理由もそれだな。隊長、どうしたんですか。考え事です。あそこは私たちがアテンマ城から出た後。そうだ、あそこに行けばセントフォンテーヌに戻れる。はい、だから考えているんです。観覧車が…その通り、距離はちょうどいいはずです。もちろん動かすことができればが前提ですが。ナイスアイデア、さすが隊長。早速観覧車を動かせそうなもの。これもしかして観覧車の操作台。下がって壊してみます。壊す対象は交渉だけだよね。安心してください、0019の力を調整しますから。これを隊員、その通信キャロル隊員、どちらの方向ですか。
セントフォンテーヌ中心部の方ですか。いえ、これはフォースワンエリアのさらに奥ですね。わかりませんが、すぐに向かいましょう。警戒を維持。戦場は職場と同じです。急ぎましょう。了解。わかった。次の行動座標に向かいます。行動開始、急ぎましょう。おいおい、なんだこれ。何かしらの扉に見え、これ絶対に最初からここにあったものじゃないよ。皆さん、これはティミド、探知機でスキャンしてみてください。はい。王国にあった交渉よりも活発です。その不気味な扉と、まさかこの扉の奥にいるのか。隊長、私たち、これは。ここは、あれは先輩？
丈夫ですか？敵を倒すことに集中しましょう。皆さん気をつけてください。敵は他人に期待できます。私が加勢する。指示に従ってください。0019。了解。パワー全開。貫通。私の絶対。了解した。アルティメットブレイド完全解放。貫通。扉の奥にこれほど広ここは…とにかくセントフォンテーヌじゃないのは確かだな。先輩、ほんまに先輩な？さっきの怪物やないやろ？ほんまに先輩や。よかった。ごめんごめん。先輩を助けるためにうち戻ってきたんよ。私たちと別れた後、無事にセントフォンテーヌに戻ったということですね。うん。なんでセントフォンテーヌに水没したエリアがあるのに、今まであの時デカブツに追われたやろ。うちは隊長を背負うてセントフォンテーヌの方に逃げるんが精一杯やった。幸い救援隊はもう到着しててサード駅で会ったんよ。隊長は臨時施設で治療を受け取る。うちが離れる時、外傷はひどいけど大事ないって先生が言うてくれたんや。待ってください。情報交換したい気持ちはわかりますが、ここに長く留まるのは賢明な選択ではありません。同意だね。ここは悪魔の子が積み木で作ったおもちゃの地獄みたいな場所だし。赤い結晶体も。ここが敵の作った異空間である可能性は否めません。最優先事項は現実に戻る出口を見つけ出すことです。キャロル隊員、あなたはどうやってここに来たんですか？私たちはあなたの識別信号を追って扉のような入り口から入ってきましたが。それに関して
実はうちもようわからへん。元の途中、わけのわからん力に吸い寄せられたんや。まるで掃除機に吸われたみたいで、全然反抗できんかった。目を開けたらもうここにおった。しばらく何もないところからこの空間に落ちてきたのが見えたんや。その後のことはみんなも知っとると思うけど、先ほどは本当にありがとうございました、キョロロさん。かまへんかまへん、元の道に引き返したのに別の空間に入ってしまった。あなたはどう思いますか？私もそう考えています。もしこの空間がフォースワンの偽装として使われていたら、しかし空間の連続性に干渉するなんて、一体誰がどうやったら可能になるんですか？隊長、出口を探すんだろ？うん、そうでした。この件はひとまず置いておいて、今はこの異空間の奥へと向かってみましょう。大丈夫です。急いで撤退しなきゃ。落ちないよね。
先輩、身体能力は悪くありません。基礎がちゃんとしているんですね。わかります。おおきに、ブローニャ隊長。あれ、あの扉みたいなもん、もしかして出口なん？でも万が一別の場所に繋がったら。とはいえ他の出口は。他に選択肢はないみたいです。行動開始。あ、戻ってきました。ふう、初めてこの水没した廃墟が恋しいと思ったよ。前景はこんなんやったんか。今まで観察する余裕はなかったもんな。今の位置は前の入り口ではありません。違う扉から出たのでしょうか。承知した。
よし、これで観覧車を起動できそうだ。うわ、ほんまに回った。これでセントフォンテーヌに戻れますね。しかし交渉の中のエネルギーはどうして消散したのでしょう。やっぱり接続でしょうか。ブローニャ隊長はもう知っとるけど、この二人はティミドとライルやろ。うち第三小隊のキャロル・ペッパー。強いだけやない、場を盛り上げることも。へえ、その自己紹介とても他人とは思えないな。ところでティミドもセーフレイヤーの生徒なん？会うたことないんやけど。おい、無視しないでよ。先輩は相変わらず真面目やな。こいつは昔からそうなんだよ。そうだキャロル、こいつの知られざる秘密を知りたくない？先輩の？聞きたい。なんや、先輩と知り合いやったの？はよ全部教えて。あなたたち、その辺にしてください。はぁ、わかった。ブローニャ隊長はメイ隊長と同じやな。みんな先輩の味方ばっかするんや。ところで先輩、なんでうちをじっと見つめとるん？うん、純枕4号もうダメになっても多天魔城の中にいた時から破損してたんやと思う。全部あのデカブツのせいや。武器がないと戦闘には参加できません。かといって彼女を一人で基地に残すわけにもいきません。私たち、ありがとうブローニャ隊長。もしほんまに一人で基地に残されたら、うちきっと悲しむよ。ごめん先輩、アテンマ城でうちは隊長と先輩をうまく守られへんかった。キャロル、きっと誤解してるよ。こいつそういう意味で言ってるんじゃないと思う。うんうん、キャロルさんがあの攻撃を止めてくれなかったら、今私はきっと大怪我をしていると思いますし。それにほら、たくさん物資を持ってきてくれたじゃないか。どう見ても救いの神だよ。けど先輩はうちに会うてからずっと不安みたいで、全然喜んでくれへんもん。何か言ったらどうですか。しゃあないな、先輩みたいな真面目な人がたまにそういうこと口にしたらダメージが大きすぎる。自分を責める必要はありません。ちゃんとできていますよ。仲間が生きていること自体が最大の幸運です。ブローニャ隊長、言いたいことは全部隊長に言われちゃったな。ずるい。うちと先輩だけやとどうにもならんよ。ブローニャ隊長、ティミド、チャラオ。礼は不要です。代わりに仕事をしてもらいます。さあ行きましょう、観覧車へ。警戒を維持、戦場は職場と同じです。珍しくいい景色だね。観覧車は上に立つもんやなくて乗るもんやって思ったんはうちだけな。時間がありません。こうした方が最も効率的ですから。高い。隊長と一緒に観覧車に乗れると思ったのに。そうだ、向こうに着く前にみんなにある話をしておこうか。はい、はい、隊長。
ライル隊員、もう一度言いますが、その話は観覧車と何の関係もありません。ヒロインの名前もさっきと全然違いました。2回も聞いたん？同情するわ。そうや、ここや。ここがうちらが天魔城から逃げた後着地した場所や。けどやっぱりわからんわ。なんでここに着地したん？第三小隊は大橋の方から階段登っとったのに。 A が B とつながっているように見えて C につながっていた。1回目はアテンマ城から出た時、2回目はキャロル隊員がセントフォンテーヌから元の道を通ってフォースワンに行こうとした時、そして3回目はあの不気味な扉に異空間へと吸い寄せられた後ここに戻った時です。あの扉、そして中の空間、一体何なんでしょう。あくまで推測ですが、あの扉は人為的に作られた空間不一致なのではないでしょうか。つまりその扉は現実空間で一定の距離がある2つの場所を直接接続する通路みたいなものなのかな。けどセントフォンテーヌにそういう扉はなかったで。キャロル隊員、確かあなたはフォースワンに戻ろうとしている途中、謎の力によってあの異空間に吸い寄せられたんですよね。扉の前に行った私たちも同じでした。けどうちの時は扉なんてなかったで。セントフォンテーヌ側からフォースワンを観測することはできません。それにあれらの怪物の中に姿を隠せるタイプもいましたよね。同じステルス技術を扉に応用したということですか。それってセントフォンテーヌ中心部にもそういう扉が行さんあって、うちらが見えへんかっただけってこと？それはどうでしょう。中心部とフォースワンの間には必ずあると思います。もし隊長の推測が正しいなら怪物についても説明がつくね。ええ、もしこの仮説が成立するならこの問題の答えもわかります。セントフォンテーヌ中心部と同じで不明やないの？いえ、どこから補充されたのかということです。その通りです。あれらの怪物の源が何であれ、二つの正体は今までの十数時間で相当な数を倒したはずです。なのに敵の数は減るどころか種類が増えつつあります。まるで24時間製造可能な工場でもあるみたいだ。もし本当にそういう工場があるとしたら、相手はどうやって怪物を街に運んだんでしょう。扉の中の異空間を利用した可能性があると思いませんか？あり得る。そしたら全部説明がつくんやな。さすがブローニャ隊長、名探偵や。まだ推測に過ぎません。とにかく扉のことを心に留めておきましょう。あ、けど扉だけだとさすがに混乱しやすい。ちゃんとした名前をつけようよ。長すぎ。一応メモしておきましょう。新しいプロジェクトで使えるかも。群生をまたぐ扉という意味でしょうか。先輩はロマンチストなんですが、わかりやすくてええな。ではひとまず星の扉にして、後で機会があったらまた調べましょう。待って、また怪物が出てきた。どうしたんですか、ライル。すごく変だ。この怪物たち、彫像？いつから後ろにいたんですか？これは。これは怪物の彫像じゃない。何かが怪物を石像にしたんです。
情報に不明物体出現。みんな気をつけてくれ。あれは
このライルの弾はどんな時でもみんなを守るよ。ティミド、チャラオ、二人とも強いな。もう中枕さえ壊れへんかったらうちも仕返しできたのに。そいつがあなたを不当まで吹き飛ばしたんです。当時は怪我人を二人連れている状態だったのでなかなか厄介でした。しかし私たちも心象でしたね。この回圧迫感がすごかったし、油断したら石化されてしまうなんて、心臓が飛び出すほど緊張しました。でもこれで最後の障害が消えたということだね。ええ、行きましょう、セントフォンテーヌへ。こちらヘルメス02、特殊スタッフおよび補給品の輸送に向かってよ。これより帰還します。ありがとうございます、機長。いえいえ、まだ怪我は完治していませんので、どうか無理をなさらず。残念ですが、それは約束できません。今回は必ず任務を完遂しますから、私の全部をかけて。